上野頼兼9月3日は南北朝時代の武将。本姓は源氏、家系は姓は源氏の一家系河内源氏の流れを汲む足利氏の支流上野氏である。父は上野来園で上野氏勝の兄にあたる。子に上野千賢がいる。法名は天長。官職は左馬之助、右京県大部。丹後、石見両国の守護。建武3年、延元元年、足利尊氏が九州に征討した際に、同年3月から4月にかけて、大将軍として、筑後黒木城を攻めたことが、史料上での所見である。同じく4月に、石見や周防で戦ったのを機に、守護に任ぜられた、石見国での活動が顕著となる。翌年3月から4月にかけては、石見守護として、南朝方を攻撃、弘永2年、広告4年8月には、戸谷、10月には、井村城に出陣し、昭和4年、正平3年3月から8月にかけては、三隅城を攻撃している。この間、頼兼が失態を犯した様子はなく、守護職に在任し続けていたものとみられる。ところが、やがて、足利氏が尊氏派とその弟、忠義派に分裂して、桓能の擾乱が起こると、寛永元年、正平5年6月の段階では、長門短大、足利忠冬等の討伐のため孔子隊が新たな守護として石見国に入部したことが確認される。これについては、頼兼では忠冬を抑えきれないと考えたか、または頼兼が以前から忠義党であり、忠冬と連動することを恐れたかのいずれかにより、幕府が使隊を派遣したという解釈がなされているが、いずれにせよ頼兼にとっては、石見国での活動を評価されないことになるため、忠義への接近を図るようになったと考えられている。寛永2年、正平6年3月には但馬、4月には丹後の守護職を確保しているが、これは同年2月の師安ら尊氏一族の殺害に伴う忠義主導の人事の一環であるとされる。同年7月開日の忠義の北国落ちに際しては、上野左馬之助兄弟が付き従っており、頼兼が桓能の擾乱時に忠義党であったことは明白で、弟の氏勝と同人とされる直勝には、忠義の偏記、自家の字が与えられている。これに伴い8月には、但馬守護が尊氏党の今川頼貞に交代していることが確認される。同年9月3日に、但馬国内にて戦死し、丹後守護については、翌10月の段階で、尊氏党の仁木頼明が任ぜられていることが確認できる。ありがとうございます。